YouTube をご覧の皆さん、どうもグリとカウソです。ゲームに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ミニゲームを作ってまいりましたので、はい、どうも四千頭身の続きです。いや、なんでなんでって思うと思うんですけども、ありがとうございます。ドッキリです。まあ、そうね。これからグリとカウソさんが来て、僕と対決すると思いきや鈴木さんが来るっていうね。そうです。これビビるでしょう。今回仕掛けるのはブリさん。なるほど、はい、はいはいはい、そういうことか。そのカウソさんの方は把握してくれてるんだ。そうです、そうです。なるほど。僕は知ってるんですよ、ブリとカウソさん。ご存知なんですけど、知らなかったやばいっすよ、俺のことてか、いや、それ一番おもろくない知らないやん、みたいな。誰ですみたいな。絶対知ってるんですよ。はい。で、鈴木さんとこういう企画撮りたいんですけどって言ったら、それはもうみたいな感じで言ったんで、いや、ありがたい。はい、俺もそれでなんか知られてなかったら俺もなんか下半期もっと頑張ろうって思えるし2024年下半期まだまだもう一頑張りしようって思えるんで。もう一つね、はい、用意してもらっていて、川澤さん側にもちょっと冷や汗かいてもらえたらなって思って帽子を用意してもらったんですよ。 YouTube でファッションというか、そうですね、やってたり、オリジナルブランド、はい、ああ、そうです。ありがたいことに、はい、先日ちょっと2023年かなの1月からスタートしてるんで、まだ1年半ぐらい。いろんなもう服を持ってるんですよ。ファッション、洋服はまあ任せてください。持ってない服ないです。いや、クローゼットとかすごいですからね、やっぱり。とんでもないです。はい、はい、季節外れの帽子を持ってきてもらいました。指示をもらいました。この帽子どうみたいな感じでちょっと聞くんで。なるほどなるほど、はいはいはい、はい、その時にワンチャンちょっとそれない方がいいですよみたいな。はいはいはい。いや、それ帽子にディスが入ったらってことですね。鈴木さんの帽子なんですけどね。許しません。オリジナル数入った普通に、はい、意外と人のそういうのってつつくのやっぱ多分勇気いるから、言う側もどうかなって感じでありますけど。そうなんですよ、いじりにくいかなって思って。そう、ちょっといじりにくい可能性もある。見せてもらってもいいですか。はい。これでもまあ本当に手編み系の耳が立つニット帽みたいな。かわいい。でもまあなかなか夏にはかぶんない。なかなか夏はかぶんない。夏絶対かぶんないな。かぶんないです。OK です。次お願いします。ナンバーナインってブランドのワルニット帽。わあ。後ろにたまるタイプの、なかなか夏はない。で、これはパイロット帽、ファーがついてたりするんで普通これかぶってたら、いや、マジバカぞ普通に。まずタンクトップとの絵がヤバいっすもん。はい。夏にこれやってるやついたらさすがに注意した方がいいてか注意した方がいいと思う。確かに確かに。これ思った。うん、それで言わないのヤバい。どうでもいいと思われてる。うわ、これで夏にこれかぶってて注意してくんないって、もう人として距離めっちゃ置かれてます撮影として仕事が円滑に進めばいいかみたいな。まあまあまあ、そうか。人間的部分は踏み込む必要ねえやと思われてます。うわ、じゃあビジネスの中だっていうふうになってるんだな。これはどっちかっていうと俺じゃなくてラメディさんにもプレッシャーかかった。ああ、マジかマジか。なるほどな。ラメディさんとブリとカウソさんの距離感が分かります。これかぶって何も言われなかったらこの3つですね、はい、こちらの3つちょっと僕のリュックからもう取り出して、鈴木さんにはちょっと別部屋で待機していただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。 LINE スタンプ発売中。ミニゲームを作ってまいりましたんで、はい、マジすげーなんだ。おー、帽子かぶって。おー、帽子かわいいですね。ください。めっちゃ似合う。あ、本当ですか。めっちゃ似合います。ありがとうございます。これ夏に見たい。え、かわいい。かわいい。あ、いいっすね。あ、いいんだ。え、めっちゃいい。ありがとうございます。めっちゃいい感じ。めちゃめちゃ褒めてもらえる。好きです。まだ3つの中で悩んでて。おー、悩んでて。おー、めっちゃありますね。すごい、どういったか。でかっ。えー、かわいい。そういうことか。かわいい。これもデザインなんや。えー、これもあれ、後ろこれリンクみたいですね。これリンクみたいですね。褒めてくれてありがとう。リンクみたい。リンクみたい。あと出す。いやー、強盗だ。強盗だ。強盗ですか。いや、今言った。これと。おー、かわいい。これかわいいっすね。かわいいっすか。これ大丈夫ですか、この季節。確かに、まあ全部季節合ってないけど、まあ全部季節合ってないけど、まあ全部季節合ってないけど、
かぶりたい帽子やりますか。これがあります。俺2006年のエグザイルみたいなやつ。黒いやつ。2006年のそうなエグザイル。え、重い。これをかぶって、はい、どれがいいかなみたいな感じ。どれがいいかなっていう。あ、なるほどね。かわいいと思って。かわいい。かわいい。どれがいいか、じゃあ線路を指さしていただいていいですか。はい、オペレーター増やしてお待ちしております。なんかこれ、なんか僕のこだわりのファッショングッズがなんかいじられてるって聞いた。せーの、一番右。一番右。僕右。一番右。これは右。なんか、これなんか僕のこだわりのファッショングッズがなんかいじられてるって聞いた。こいつです。こだわりの、僕こだわりのアイデンティティが、僕のアイデンティティがなんかバカにされてるって聞いたんすけど。さんよ。めっちゃ泣きたね。すごい。マジで。ええ。なんか。俺の商売道具なんか遊びに使われてるって聞いた。これ全部さきさんの。いやいやいや、それはそうですよ。ええ。おしゃれ。向こうにいたら。ラメリーさんはなんか鈴木さんの帽子なんかいいように憧れてますって言ったら、すごい、マジで。お願いします。え、マジですげえ本物やしか、はい、めっちゃ本物で、ということで本日は鈴木さんと対戦ドッキリ。ドッキリですか。ドッキリじゃなかったら何なんだよ。ちょっと全員してよ。川島さん、川島さんは把握してくれてたらしくて、マジっすか。これはもうこれはやっぱこう夏場にこういう冬物の帽子を用意したらなんか言われますかねっていうね。なるほどね。だからいや、メンタリストやっぱ何やったんやろうと思って顔も映らんのに。ラメさんが僕に声かけてくれて、ブリとかさんご存知。もちろん。ええ、これは嬉しい。マジっすか。全然普通に普通に見たことない。マジか。これは嬉しい。言ってるんでってことで、実はだからブリカワさんのチャンネルの方の企画も鈴木さんと対決っていう。マジっすか。企画をさせてもらえるということで。いや嬉しい。お邪魔しますんで。お願いします。僕の方は、はい、キッチクッチ対決。やったー。キッチクッチ。普通にやらせてくれよ。